皆様こんにちは。住友不動産シティテラス尼崎を担当しております谷口と申します。本日はシティテラス尼崎周辺町案内を行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今回は JR 尼崎駅南口を中心としたこちらの範囲を紹介していきたいと思います。まず通学校をご紹介いたします。こちらが尼崎市立清和小学校です。1955年に市内の長洲小学校から分校された歴史ある小学校です。国公立では珍しく制服を採用しております。通学路は歩車道を分離されており、マンション建設地が見えるほどの距離にございます。清和小学校から道路を渡った先に通学校の市立小田中学校があります。シティテラス尼崎からは徒歩4分、小学校中学校がマンションから徒歩5分以内に通えますので、お子様のいるご家庭では安心の立地ではないでしょうか。こちらの校舎は2018年に建て替えられた新しい校舎になります。次に公園をご紹介いたします。マンションより徒歩9分の尼崎市記念公園です。その広さ約1万平米と甲子園 2.6 個分の広大な敷地を持つ公園です。公園内には様々な施設がございます。こちらがベーコム野球場、兵庫県の高校野球予選やプロ野球2軍のキャンプなどに使用されています。一般の球場使用も可能です。そしてこちらがベーコム陸上競技場、1万人が収容できる大型競技場です。撮影当日グラウンドではアメフトの試合が行われておりました。こちらは5000人の観客が収容可能で、バスケットコート2面分のアリーナがある総合体育館です。その他夜間照明を備えた補助陸上競技場と、その隣には一般利用可能なテニスコートが10面分ございます。夜間設備なども完備しております。また公園内にはお子様の遊べる遊具のある広場や、ジョギングなどに最適な緑道もある広大な公園です。シティテラス尼崎周辺には大きい公園だけでなく、小さいお子様も喜ぶ遊具のある公園も点在しております。こちらは徒歩3分の長洲本通り北公園です。徒歩10分の塩江緑遊公園は、ブランコなどの遊具とともに小さな池や入って遊べる浸水施設もある公園です。次にシティテラス尼崎周辺のスーパーなどの買い物施設をご紹介いたします。徒歩6分にこちらマックスバリューがございます。こちらの店舗では購入した商品の宅配サービスも行っており、110円で自宅まで3時間以内で宅配してくれます。大阪、兵庫では有名なディスカウントスーパーサンディもあります。おにぎり2つとアイスを買っても126円と、ちょっとした買い物には便利です。徒歩6分には高級スーパー成城石井があり、普段利用ができます。成城石井はプライベートブランドが充実しています。スターバックスコーヒーも徒歩6分で利用可能です。成城石井にスターバックスコーヒーがある街です。その他徒歩6分で阪神百貨店があり、その中にはスーパー阪神デイリーマートがございます。阪神オアシスも歩ける距離であり、日々のスーパーの使い分けが行えます。尼崎駅北口には大型ショッピングモール、キューズモールがあり、映画館やユニクロ、GU や無印良品、ニトリ、デコホーム、ABC マート、熊沢書店などがございます。また飲食店なども丸亀製麺をはじめ種類が豊富に入店しております。
最後に飲食店をいくつかご紹介したいと思います。こちら豚の星さんは各種食べ物サイトでも高い評価を得ている豚骨ラーメン屋さんです。こってり系のスープが特徴です。こちらはさぬきうどんハルシンさん。自家製麺のおうどんが堪能できる、こちらも各種 SNS で高評価のお店です。もちもちした食感の美味しいおうどんです。最後にイタリア料理のアルポンテさん。濃厚なパスタとピザが楽しめるお店です。ピザは500度の釜で焼き上げる本格ナポリピザです。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。これからも尼崎の魅力を紹介していきたいと思います。マンションの詳細に関してはスミフ尼崎をご検索ください。